ニューアークは、アメリカ合衆国ニュージャージー州最大の都市であり、エセックス軍の軍庁所在地である。ニューアークリバティ国際空港ニューヨーク市より西に、約13キロメートルのニュージャージー州北東部、ゲートウェイ地区に位置し、ニューヨーク都市圏に含まれる地域で2番目に、大きな都市である。米国東海岸最大のニューヨークニュージャージー港の、主要、コンテナターミナルである。 ニューアーク港、エリザベス海上ターミナルと、ニューアークリバティ国際空港がある。この都市の人種的な構成は、白人26.52%、アフリカンアメリカン53.46%、先住民0.37%、アジア系1.19%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種14.05%、 および根結4.36%である。なお、人口の29.47%はヒスパニック、または、ラテン系である。この都市内の住民は27.9%が18歳未満の、未成年、18歳、以上24歳以下が12.1%、25歳、以上44歳以下が32.0%、45歳。 以上64歳以下が18.7%及び65歳以上が9.3%にわたっている。中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は94.2人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.1人である。この年内の世帯ごとの平均的な収入は26,913米ドルであり、 家族ごとの平均的な収入は3781ベ米ドルである。男性は29748ベ米ドルに、対して女性は25734ベ米ドルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は13009ベドルである。人口の28.4%及び、家族の25.5%の収入は貧困線 以下である。全人口のうち18歳未満の36.6%及び65歳以上の24.1%は貧困線以下の生活を送っている。ユナイテッド航空は本空港をハブ空港として位置づけ、全米各地をはじめ南米やヨーロッパに路線網を広げている。ニューワークは1996年にモーガン・クイット農舎の調査で、 全米で最も危険な都市とされたことがあった。近年では、プルデンシャルセンター等の市街地再開発の成果も出てきており、治安は多少は回復しているものの、依然として犯罪発生率は高い。特に車両を盗難率は、全米ワースト1である。特に、ニューワーク国際空港付近は、治安の面では、悪名が高い。 アフリカンアメリカンやヒスパニック系の貧困層が多く、住み、住民の平均所得が、全米平均の30%程度と、付近がスラム化しているためである。プルデンシャルセンター2013年、アメリカの大手旅行士がまとめた、旅行者に不愛想で優しくない街の、調査ランキングで、トップになった。ありがとうございます。